と77なんとです。土曜日ようやくです。今日は少しだけゆっくり寝ましたね。はい、夕方からですね、めっちゃ遅い18時からですねはい、まだ部屋ですね。おー、今から行くんですね。気をつけて行ってください。目もでもね、そんな案外ゆっくりするほどはないんですよね、時間。おはようさんさん、おはようさんさん、おはようございます。おはよう、おはみさん、おはみさん、おはようございます。皆さんおはよう。皆さんどうですか、今日は遊びに来てくださりますか。アミは待ってますよ。今日はもうね、写メ会なんですけど、髪型を変えれるということで、とても楽しみでございますね。おはみ、おはみ、おはみです。あ、もうすぐ幕張ですよって、気をつけていってください。今日よろしくね、よろしくね。今マクドだよ。あ、朝マックいいですね。でもちょっと久しぶりに朝マックしたいところです。おはようですね。あ、風船いっぱいありがとうございます。くまさん、まふみさん、ありがとうございます。くわー、おはよう。おとといまで半袖だったのに急に寒すぎる。すごいな、おとといまで半袖、すごいです。それはにはもうね、いつからだろう、もう結構普通にですね。おはたんです、おはたんです。あいちゃんも夜着てありがとうございます。めちゃくちゃな寒いらしいよ今東京。明日がね、今日も寒いけど明日もめちゃくちゃ寒いらしいので、皆さん東京行ってる方はあったかい服装してください。東京に住んでる方は慣れてるかもですねおはよう。うわ、またくまありがとうございます。ゴニタンありがとう。髪型いきます、待ってますね、ありがとう。どんな髪型で出てくるのかお楽しみにください。もう決めたんですよ。はい、あ、キユキ体力測定の動画見て、本当ですか、ありがとうございます。キユキ生の中で、まあ、アミはまあまあいい方じゃない、まだ中学2年生にしたらいい方かもですね。そう、うん、先日ダウンジャケット買ってきました。いいですね、このパンで新幹線乗るのかな。いや、ママに止められますね結構。これで外に行こうとするとさすがにやめといた方がいいでって言われます。あ、またナングルハイゼンもよろしくですって、そういうのやらないと。今やっちゃいますかナイタンは JC2 にしては体力すぎていいほどと思うやって、ほんまにですよね握力もめっちゃ上がってね。そうですね、はい、いい感じ。こっそりパンダで行こうかな。あ、いいですね、待ってるででも可愛いかもな。おはよう、ママは止めても俺は許す。あ、本当？じゃあなんかも、あ、何ぐらいやるの、何ぐらいやっちゃいますか。なんかね、新種の肉の部位を見つけましょうみたいな感じだった。肉の部位そう、肉、皆さん、皆さん、あ、エッグの写真めっちゃ可愛かったです、ありがとう、ありがとうございます。あみたんです。皆さん、皆さん、あのね、あみはね、今日皆さんの、皆さんと会うために可愛くしたんですよ。皆さん気づかないですかあの、結構配信始めて多分10分ぐらい、そんな経ってないか、5分から10分ぐらいだけど、まだ誰も気づいてませんね
頻度与えすぎちゃったかもしれないけど、まあ、ちょっと気づいてほしくて言ってますね。これは結構、はい、うん、おはようございます。わかりませんかね。はあ、無理かも。はい、言ってってくださいどんどん。マズパしてマズパはしてません。実はね、でも早くまたしたいんですけどね。カラコン買いました。カラコンはつけてません。雨は裸眼ですね。はい、カラコンしてないですよ。あのね、あのよくカラコンつけてんのって聞いてもらえるんですけど、実はあ、前髪違う。そうだね、前髪も切ったかな。こんな感じ。あのね、こう前まではこうバツって感じだったんですけどね、ここがなんていうん、こういう形に切ってもらった。私なんかね、あの前髪の量も多くなりました。です。あとは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 何かありますよ。眉毛細くして、細くなってないですね。眉毛はいつもこの太さかも。茶髪、あ、もともと茶髪かもな。ちょっとだけ、あの真っ黒ではないかも、ちょっとだけ。じゃあリップの色が違いますね。皆さん気づいてください。ほら、めっちゃ大ヒントですよ、大ヒント。わかりますか、なんでしょう。痩せたよって。やばい、それはそれはやばい。おはよう、おはようございます。もうもう分からんです。あ、正解、髪の毛切ったやって、正解です。やっと気づいてくださりましたか。見てください、めっちゃ短くなったの分かりますか。もう本当はボブぐらいまで行きたかったけど、ちょっと頑張って欲望を抑えました。やっぱ髪の毛アレンジしたいからね。見て、ツインテールもしたらこんなに、こんなぐらいなんですよ。可愛いですか。髪の毛にいった、正解です。あ、そうなんです、毛先じゃないんです。15センチ切りました。なんと15センチぐらい。そうそう、やばくない、びっくりびっくり。何回より難しい。確かに難しかったかな。引きやった時に短くなったって思った。かわいい、ありがとう。でもこうやってやったらわかるかもね、ここがないからね。だからね、見てほしいんですけど、なんとあのね、何の髪型をしたらわかりやすいんやろ。何をしたら短くなったってわかるかな。まあでもここのツインテールだけでもわかる気がしますね。ほら、短くなったのわかりますか。すっきり、めっちゃいい感じですね。もう本当にあのね、海はずっとバトンを習ってたから、バトンもお団子できるぐらいの長さはあったんでね、もうあの5歳ぐらいの時は結構短かったけど、入りたてはバトン入りたて、あ、もう長かったかな。けどそこからずっと伸ばして、毛先だけ切って、伸ばして毛先だけ切ってって繰り返してたからね、あんまり長くない期間がなかったんですよ。なのでこんなに短くなったのはほんまにいつぶりだろうってぐらいですね。はい、結構切れました。うん、そうですよ、15センチは気づかなあかんかった。そうですね、15センチ、5センチとかちょっと分からんけど、15センチは結構ですよね。はい、うん、あー、ポニーテールの長さ、確かに。だけどな、ポニーテールの長さわかりますか、これぐらいやな。あ、めっちゃ短くなってるのわかるかですね。いい感じですか。今日は朝から新作ガンプラの列に並んでおります。いいですね、パパに言ったら羨ましがるかもですね。おはよう、なんで切ろうと思ったのやって、なんでやろう。でももうずっと切りたくて、ほんまに、そう、ずっと切りたくって、それでな、
もうやっと切れましたって感じな。もうさ、なんか髪の毛もう毎日乾かすのとかちょっとさ長すぎるとね、あのケアが大変。似合ってるやつ、ありがとうありがとう。はい、なので今日はね、髪を短くしたアミトの写真になりますね。一発目の写真撮るのが皆さんですよ。メンバーとかとも先にメンバーよりも先に。そうです、今日はアミ急遽一人なんで頑張りますね。うん、はい、皆さん気をつけていってくださいね。はい、そうです、振り回しても危なくない長さ。そうですね、やしね、髪がめちゃ柔らかいんです。柔らかいというか、その細いからなんかね、毛量が少なくはないけど、ふわ、まあいい感じ。はい、まだ大阪います。雨で6時40分から18時40分かな、からなので待ってますね。今日本当に本当にありがとう。おすすめのポーズはまあいろいろ考えたけど、まあやっぱチーム N を一緒にしたいですね。これ N なってるかな、皆さんから見て。そうでね、他はちょっと模範目に一回書いてみたので、どんなポーズがあるか、皆さんがやりたいポーズもやりましょうね。はい、メンバーよりも先にツーショットです。次はボブとかないやって、本当は今回ボブにしたかったんですけど、どうですか。けどね、やっぱりボブにするとヘアアレンジがなかなかなくなっちゃうので、もうちょっとヘアアレンジを楽しんでボブにする決心がついたらするけど、決心がつかなかったらやりません。でもボブの網想像できないですよね。どんな感じ、これくらい、なんかめっちゃ大人っぽい顔になっちゃいそうだからそうですね。おはよう。なんでアミダンだけなら寂しいの、ほんまにな。みんなはさ、その後さんーならね、ちょっと観光したりできるのに、アミはねめっちゃ夜遅い時間なんで、そこからはどこも行けないですね。悲しいポーズ考えてきたし、アミダンの考えたかなポーズもしようね、たしようね。おはよう。ミヒのボブ、いや分かる、めっちゃ可愛いですよね。ほんまにミヒナガのボブめっちゃ好きなんですよ。そうですね、どうですか。でもアミは今の長さが一番いいかなと思ってます、今のところは。そう、ロングはね可愛かったけど、ちょっとボサボサになっちゃうかな。そうやな、でもボブにしたらね、ここでクマさんできるかな、ちっちゃいボブ、ちっちゃいクマさんね、みひなさんほんまに可愛いですよね。おはよう。はい、頑張りますので今日は一人で、うわー泣いちゃう。蜂蜜食べたいなって、食べて皆さん蜂蜜。今ねめちゃくちゃインフルエンザとかが流行ってるからね、気をつけてね。マヌカハニー食べるといいかもね。うん、目はよくねマヌカハニー食べてた時期がありました。冬場になると結構あの体調不良にならないようにみたいな、ちょっと喉にいいらしいから、はい、食べてね食べてね。おはようございます。幕張は海沿いだから暖かくしてねって。そうですね、ディズニーが近いからね、結構海の近くですね。うん、はい、頑張りますね。はい、今日はでも楽しみ、ほんまにヘアアレンジが。もう髪切ってから一生髪の毛を触っちゃうんですよ、こうやって。うわー、いい感じ、めちゃくちゃ
もう皆さんにもこの海の髪の毛を触ってみてほしいぐらい、あの短くなった。本当にもうめっちゃわかるんですよ。あのね、本当にやばい、めっちゃ切ったですね。お外めちゃくちゃ寒いです。あら、じゃああったかい格好してくださいね。あったかい格好してね。おはようございます。今会場に向かっています。今日はよろしくね、よろしくね。はい、今日はね、あ、画面越しでも伝わるキューティクルやって、ありがとう、嬉しいです。それはめっちゃキューティクルですね。はい、洗いやすくなった。もう乾かすのももうちゃんと続けようと思える長さになりましたね。はいはい、それではね、そろそろ側の位置だ。鉄メガネさんのお会計者、待って、何ぐらいしていいんかな、勝手に告知もしないで。どうしよう、え、新幹線止まってらっしゃるけど大丈夫やって。え、そんなことあるんですか、やばくない、新幹線止まってんの。皆さんも大丈夫ですかね、向かってる方。え、新幹線止まることあるんですか、なんでやろうな、晴れてるのに。あ、地面が路面凍結とかですか、寒くて。待って、どうしよう、何ぐらいしちゃいますか、もう遅延やって、遅延か、あらま、気をつけてくださいね行く方は、向かう方は。え、どうしよう待って、何ぐらいする、何ぐらいしますか、どう思いますか皆さん。米原から京都運転見合わせやって、あらま、何ぐらいしときますか、もう。じゃあ、せっかくの署名会なのにめばちこになっちゃいましたって、大事にしてください。新しい部位やな。そんじゃあちょっと考えますね、何ぐらい、何グラしとこも、何グラ、何グラします。はい、ね、アミね、このお題が出た時にちょっと考えてみたんですけど、あ、皆さんも考えてるやつやったら、やったらちょっと教えてほしいんですけど、なんか、え、肉の部位やったっけ、肉の部位って書いてたよな、新しい。なので、あのね、ちょっとえ、皆さんはあんまり言っても分かんないけど、部位ですよね、部位、肉の部位、新しい肉の部位ということで、あ、アミタン可愛い、確かにタンね、あれいいかなと思って、今日はいい肉の日、新しいお肉の部位はあなたが発見、その名前はって、その名前は、あのさ、親子丼とか言うじゃないですか、親子丼、うん、親子丼、あと焼肉丼とかだからな、言うやん、何何丼みたいな。だから、じゃあなんかそれでそこに合う言葉を考えたんですよ、なぜか。それで決まったのは、決まってはないけどちょっとだけ考えてみたのは、正解は考えたのはプテラノさんどうですか。え、だからね、お肉の名前はプテラです。かわいい、ワンちゃんとかにつけたい名前かな、アミは結構。あ、嘘、ワンちゃんは買うなら、あの、その子のクッキーとかココアとか、そんなんが、そういう、あ、ミルクティーちゃんとか、そういう感じがいいな、やっぱり。だけど、どう思いますか、プテラ、あ、そう、プテラの丼プテラの丼だから、今日の夜ご飯何って聞いたら、え、プテラの丼やでみたいな感じ。そう、ティラノサウルスはまたちゃうなそうですね、でもアミタもいいかも、悩みますね。そうです、
てるの。どうですか？鶏肉っぽいのが、ね、確かに何やろ、わからんな。何かはわからんけど、え、そうなん？プテラノドンって昔ユニバだったような気がやって、それはやばい、パクリと思われちゃう。どこの部位やろ。アミはね、一応背中背中にしようかなと思ったけどね、ちょっとあんまりか。背中でも肉の部位か。肉どこに、背中肉あまり美味しくなさそうですねあんま美味しくはなさそうだけど、はい、どうしよう。あ、そうそう、羽飛べるやんな、プテラノドンって確か。多分そんな感じ。はい、なんか背骨の間にある肉、ちょっと怖いな。そうやな、プテラノドンだから羽の部位か、部分かな。羽って肉あるんですかね。ないかもな。肉なかったらやばいから、もうどうしよう。え、肉ってどこにあるんですか。鳥とかってどこに肉ついてんの。だってもうさ、あのさ、こういう形にちょん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 って足とか手が生えてるだけやからな。うーん、難しいですね。あ、筋肉あるよ、だって。あ、じゃあそうだな、背中確かに硬いかもな。どうしよう、どこ、まだ丼にした時に美味しい方がいいから。手羽先って書いてる方がいますね。あ、さくらさん、黒作さんがさくらさんと書いてあ、じゃあアミタンやめときますね。じゃあやっぱプテラノドンですかね。これにしちゃおうっと、これにしちゃいます。骨付きがいいですか、皆さん。骨なしがいいですか、どっちがいいですか。どうしちゃいましょう。あ、今日シャメ犬撮ってたけど、アミタンレン行けなくなったよ、かっこ喜んでやれって。え、なんでや、来てよ。でもね、なんか家の用事とかがあると思うので、また待ってます。骨付きが食べやすいです、確かに。骨付き強そう、まあ確かに。どうしよう、あ、プテラノドンやったら丼にするなら食べただけやけど、丼にするなら骨がない方がいいかもしれんね。だからでもプテラノドンとか言ってるぐらいから強そうな方がいいかな。あ、骨のそばは美味しいやって。じゃあ骨ありがいいか。涙頑張ってね、ありがとうございますどうしよう。あ、じゃあちょっとね、投票機能を使ってみようかな、久々に。骨ありがいいと思う方は1番で、骨なしがいいよと思う人は2番、ありかなしか。1番があり、なしが2です。どっちがいいですか。1か2です。あ、骨なしが多いんかな、やっぱ。こっちがありで、なし、ありがなし。1番が骨あり、2番が骨なしです。どっちがいいですか？はい。あ、そう、プテラっていう肉ですよ。どこについているかですよね。骨ありならもう背中とか、あとどこ？足とか？だけど、骨なしだったらお腹とかですか？わからんな。どこに部位があるんやろ？確かに、ほんなしがいいけどな。じゃあ、そうそう、終わりたいと思います。あ、1番の方が少し多かったですね。じゃあ、プテラノドンにするときは皆さん骨から取って食べてください以上でしたね。ということで、じゃあプテラノドンにしますね。はい、同じぐらい、3%、2%ぐらい変わったのは。それでは
ありがとうございました。今日の1位の鉄メガネさんの絵描きたいと思います。何描きますか。確かに骨折りと食べづらそう。まあね、食べにくいかも。あ、どこにあるかってことを考えなあかんってこと。待って、そういうことか。あ、プテラっていうお肉があって、プテラの丼っていうのにしたら美味しいよってことですね。アミは、はいはい、そうですね。あ、そうです、そうです。はい、じゃあそうしたいと思います。いますかね、鉄メガネさん。現在新幹線は東京、え、東京方面行きが車両点検で運転見合わせ中ですよ。やばいやばいやばいで、それは結構皆さんも、あのメンバーもやばいかもな。ドアパーみたいなのお願いします。はい、昨日久しぶりにね、メールでドアパーみたいなのを送りました。待ってくださいね。なんかちょっとあんま可愛くないかもやけど、ドアップですね。ドアップアミタどうですか。チャッチャカチャーン、こんな感じです。はい、チーズ。ありがとうございます。はい、これぐらいドアップで送ってるので、ドアップが気になる方はぜひメールでお待ちください。はい、じゃあね、読みましょう。20分くらいで運転再開の見込みだそうです。それが良かったですね。じゃあ見ましょう。あ、13位りょうじさん、ありがとうございます。12位みおんちゃん、ありがとうございます。11位ひなかこうじさん、ありがとうございます。10位まきまきちゃん、ありがとうございます。9位まゆさん、ありがとうございます。8位ちゃんしもさん、ありがとうございます。7位ベリマヨさん、ありがとうございます。6位かんつけさん、ありがとうございます。5位まふみさん、ありがとうございます。4位コニータン、ありがとうございます。3位コスモライトさん、ありがとうございます。2位野原しのすけのすけさん、ありがとうございます。そして1位はじゅ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 ん、鉄眼鏡さんでした。ありがとうございました。ありがとう。それではね、寒いし運転がちょっとわからんけど、これからまあなんか大変なことになるかもしれないので、皆さん気をつけていってくださいね。目も気をつけて向かいたいと思います。じゃあまた後で会いましょうね。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。お迎え、せーの、鉄メガネさん、うわーわー。じゃあまた後で会いましょう。またねー。